東西ドイツ基本条約はドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国が相互に主権国家として承認した条約である。正式名称はドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の関係の基礎に関する条約。東方外交により西ドイツがハルシュタイン宣言を放棄することで初めて実現した。1971年にベルリン4カ国協定が施行された後、 両国は基本条約に関する交渉を開始した。1972年のトランジット協定のように議論もエゴンバールとミハイルコールによって主導された。ビリー・ブラント連邦首相の東方外交の一環として条約は1972年12月21日に東ベルリンにおいて署名された。条約は保守強行派からの反対にもかかわらず西ドイツにおいて その翌年に批准され、1973年6月に効力が発生した。ありがとうございます。